どうもこんにちは、モンブランです。HG ガンダムジオリジン144分の1スケールのシャーザク続きやっていきます。前回まではね、こう上半身できました。で、足ですね、足の下ができました。今回はね、この間のね、脚部ですね、脚部を作っていきたいと思います。レフトレッグです。いや、しかしね、これね、本当に作りごたえがあるね。もうこれでね、3時間半ほど実は作業しているんですけど、ただ組むだけでもね、結構な作業量になってきます。まあ、こういうのを作るのが、模型を作るのが好きな人にはね、すごくいいんじゃないかと思います。見てください、このね、脚部、これパコってやったら完成なんですけど、これね、ディテールすごくね、隠れるところなのにさ、すごいディテール入ってんのよね。じゃあこれ被せてみるね。はい、脚部完成なんですけど、実際ほとんど見えないよね。おお、こんなに動くんだ。え、スライドし引き出せますよ、ギザ。なんか俺の知ってるガンプラと違うねで、これをフットをつけたら左足完成。すごいね。稼働します。稼働域が広いです。まず足首がね、こういう風に動くよね。で、ここなんかフットもこういう風に折れるんだわ。ここ折れるのね。で、普通に膝曲げただけじゃなくて、こう引き出すことによってさらに稼働域が広がるってね、むちゃくちゃ稼働域広いですね。じゃあね、右足も作ります。右足もできました。さあね、これつけましょう。完成しました。144分の1スケールジオリジン版シャーザクです。ずいぶんね、デザインがね、変わりましたね。私の知ってるザクとはずいぶん違うです感じですね。このなんだろうね、上半身が結構スリムになった感じですか。こう全体こう見るとね、昔のやつはもうちょっとここら辺が太かったと思うんですよね。で、ここにね、マシンガンがついてるんですよね。デザイン変わってね、こんなところにマシンガンついてるザクなんて知らないですけどね。機組み立ててないんですけど、ちょっとね、アクションさせてみましょうか。どうですか、これすごい稼働しますね。特にここの足の部分の可動域が広がってるんで、アニメとかのね、再現がかなりできます。特にね、特徴としたらね、腰が回るんですよね、こいつ。ザクでね、腰が回るタイプのプラモデルって多分ね、
これ初めてじゃないですか。私は知らないですね。あれじゃないですかね、ガンダムオリジンで出てきたあのドロップキックできるんじゃないですかね。どうですか、ドロップキックできますね。こういうシーンありましたよね。これありました。これどうですか、これガンダムシリーズではよく出てくるシャーザクの、シャーザクというかザクのタックルですね。ザクのタックル、これかなりリアルに再現できますね。これはすごい。アクションベースにつけて、ザクバズーカを持たせてみました。すごいですね、いろんなところの可動域が広いので、こういう風に、きちんとねザクバズーカを肩で担げるんですね。特にこの手首の関節の可動域が広いので、思ったようなね、持ち方にできます。今までのねなんかザクだったらこの担ぎ方できなかったんじゃないかと思うんですけどね。でこのモデルはあのガンダムオリジンの1話に出てきた体感ライフル と、6話に出てきたザクバズーカ、それとヒートホークがついてます。ここまで組むのにね、ガンプラのビギナーかなの私でもね5時間ぐらいで組めましたかね。結構かかりましたね。さあアクションベースから下ろしてみましたが、結構安定して立ちます。どうでしょうか、やっぱ腰がねひねれるっていうところが随分いいんじゃないですかね。こういう腰がひねれるタイプのザクって見たことないんですけど、この G オリジンのモデルはねひねれるんですね。とてもよくできています。144分の1でここまでできると思いませんでした。ということでね、今回は144分の1スケールの HG ガンダム G オリジンシリーズシャーザク制作しました。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたなー。